皆さんこんにちは、バイスプレイヤーのサオリです。今日なんですけど対戦動画です。現在、あれ見えますかね、2月23日7時半ぐらい夜、はい、ということで桜の発売日やったということで、桜大好き杉さんに組んでいただきました、はいはい、お願いします。はい、お願いします。どういうデッキですか？まあ、コンダのですね、目玉の宝とスタンバイを組み合わせたデッキを使ったと。そうですね、まあ、ちょっとまだ、探り探りなんですけどさすがに、はい、まあ、ちょっと組んでみたんで、ちょっと、はい、まあ、最速ファイト、最速、我がチャンネル的最速ファイト、敵には最速で、じゃあ、はい、やっていきましょう。で、私が使うのは、まあ、D4DJ です まあ、まあちょっと、まあ、ちょっと大丈夫かっていう感じするけど、さすがにね、あの D4DJ くらいにはこうトントンに戦っていただかないとっていうところがあるんだね。きつすぎだろ最初からハードルがよ。いや、こっからここ戦えたらさくらいけるよっていうのもあるから、ぜひね、ちょっと見せてもらいたいなと。スパルタなんだよな最初から。いや、フリーレンですとか言ってもさ、おかしいでしょまあ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 、ね、あのちょっとね、いい感じに動いてくれれば、まあまあ、そう、試合にはなるだろうと弱気だね待望の診断でしょ。待望、まあ待望ですよね。さくらちゃんって、 あとまあ最初に言っといた方がいいけど、まあ、私は世代にもかかわらずさくらちゃんはエアアップでございますとお許しください。なんかさ、ほんと全く知らない人ってのもなんか珍しい、本当にマジで知らないから、ちょっと新鮮な気持ちで、はい、何やってたんだろうその頃。はい、あ、先行です、はい、あら、かわいい、かわいいぐらいは思うよ、ちゃんとそんなことを聞いてるんじゃないんだよなあ、違かった2枚いや、なんかさ、やっぱ可愛いものを認識できないのかなという、っていう疑惑をかけられてんじゃないかっていうね。そう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 、それは弁解しとく。はい、まあ2枚。私はその頃トランスフォーマーとミニ四駆が好きでした。はい、ドローお願いしますお願いします。なるほどね、クロック、ちょっと移動、あ、移動引けませんでしたダイレクト報告、移動引けませんでしたキャンセル珍しいんだよ、うん、私このデッキで移動引けないの。なに、まあ、こっち移動なんですけど、うわまあ、うわ強っ、青いし、これでいきますか。パワー出るんですよね、はい、ストック2以下で3号です。はい、2000です、はい、フロント高原、早速ブースト1点。いや、移動引けなかったんですけどねダイレクト3、でかいね。まあスタンバイなんでね、乗りますよ。1、2、3、4、5。これでもエソラ効果使っていいんじゃない。控えこられた時1コスト1クロックで控えからキャラなんだけど、これでエソラまた回収しようか、はい、うん、でドローします。なるほど、ちょっとあの都合によりエソラ置きますで緑発生、レベルが上がって、早いね、レベルが上がったってことはムニちゃんムニちゃん、何だよその、 そのイントネーションは何なの。あの、こういう曲があるのよ。あ、そうなの。そうそうそう、ムニちゃんかわいいって曲がある。ちょっとこんなお経みたいじゃないけどラブハググルーミーって曲がある。これキャラの正面移動でよろしかったですか。正面移動でございます。嫌です、動きますそれ嫌です。まあそれが仕事なんでね。嫌ですねムニちゃん、本当はね、リバース実装部とかできるんですけど、まあまあまあ避けた方がいいと思いますよ。避けた方がいいですね、ここはね、はい、どうぞ
え、これ今出したもんな、フロント2買ってると、買ってる3号、はい、4線フロント、あ、もっとあった、ごめんまあまあまあ、まあ、はい、これね、私宝壁違う違う、そうじゃないずっと違うな、さっきから。まあそんぐらいしてもらえないとちょっとね、なんでそのハンデみたいになってんの。リンクブーストして3点、まあトップを走り続けておられる T4DJ さんなので。いや、なんかそうでもないらしいそうなの、ちまたの評価、我々のメタの認識がおかしいのか、うん、たまげた。ちょっとね、こう緑置いときますね。桜カード、桜カード、はい、はい、終わり。ドロー、あ、終わりじゃない、おー、びっくりした、よしよしよしダメダメ、ズルズル、光がキャラ引っ張ってくる。いきますか、はい、はい、連動打たれそう。いやー、それがですね、スタンバイが落ちてない、まあ、絶対はんなきゃいけない連動って言われると怪しいもんね。まあね、時短値プラス2000、強いやつ、ちょっと悩むな。はい、いや、はい、ちょっときついな山の様子が。クラマ入れ替えはやりません。名探偵コナンではない。いや、さすがに割るか、のりちゃん。これ1000いけるんで4000まで上がるんですよ、うん、でもこっち触れないんですけど、まあ、こっちの方がいいでしょうと。まあでも1体いれば、まあね、ある説もあるけどね。まあまあ、これでいきましょう。いい、で1000パンプしますと、うん、でこれでバトルいきます。どうぞ。またエレクトから2点、1点目キャンセル。まあここサイドでいいでしょう。はい、1点、黄色えらい。4000どっち。まあフロントします。はい、1点。まあカウンターなんてそんなものはないと、はい、で控え、で控えた時にこれが、そうね、連動が落ちてないので落としておきますと。2落下でレベル5以下、5以下回収、集中もらいます。はい、じゃ控えきました、はい、スタンド、ドローで、クロック考えます。じゃあクロック、ちょっとね、あれ引きたい、あの宝引きたいまあダメです、ダメです、そんな都合がいいわけはなく集中ですね。1コスト入って、はい、なしなし。でも幸い杉さんもそんなにね、面が、まあそうね、引けてないんだからのりちゃん出していいでしょ。あたくー、はい、フロント引けちゃった1、はい、でフロント、能力使わない、うん、1、はい、ちょっと山強そうなんだよね私。ダイレクト2キャンセル、はい、エンド。じゃあここ置かれた時効果で切ります。で1以上ギャーきついですね。そのデッキで使うのはきついね。ついな、つかりますかね。つからないよう作ったもんね。ちょっと打ちどころないんで関岩が切ります。
じゃあ当たんなかったら2番になってしまうけど当たるだろう、さすがに。さすがにワンヒット。おい、なんで私までに挑んなきゃいけないの。危ねえ。けど結構ね、ここクラマだらけなんですよね。凝縮されてるのね。宝怖いね。ちょっとしんどいが、まあ、ツインドライブにかけますか。で、うん、スタンバイで出せてないのが弱いんですけど、まあリバース試合リバースしないので、うん、おそらくね。でこれで、まあ、ハンドはクソきついですけど張ってきますか。はい、だから張ってく。はい、じゃあ行きます。あーと、失礼、これこっちにクラマ始めに2体に付与、ツインドライブ付与で行きますと。どうぞと。で、まあサイドから、はい、2点構わない。はい、じゃあ7、5フロント。はい、でツインドライブはなし。スタンバーイ、スタンバーイ。まあここは連動を持っときたいですかね。か22出しちゃうか、22素直に出すか。いや22素直に出した方が強いか多分。はい、3点キャンセル。結構あるはずなんだよな。まあツインドライブやるか。さすがにやりましょう。2から2点。まあ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 、あーブーストを考えますか。ちょっとブーストは1、2、3、4、5、6、7。ありじゃあ、ありだね。ありですけど、いや、しない。しない。しない。おお、ちなみに私だとしました。2点。いやー、避けてもよかったんだけど、1、2、3、4、5、6、7、黄色。イベントはいいでしょう。エンド。エドローします。ちょっとエソラに永久にサイドされるのもちょっと嫌だね。こっちはあの、うん、仕方なくやってるから。本当？でこれねクラマ多分大丈夫なんで集中します。クロック2なし。クラマ大丈夫ってなんだ。集中当たるんで。ほう。圧かけです。1枚さすがにリンク持っとこうかな。でここでムニちゃん、あーリバースしないんだよね。いたこれでちょっとね、ちょっと立て直していきたいわこの11で。さすがにそれはちょっと11はしゃあない。こっちもじゃあムニちゃん効果ででフロント。3よしでリバース、はい、ブーストとここにルック付与。はい、うん、サイド、うん、2点確実にって言ったべい。それはもう神のみぞ知るよだまずリフからで2点と、うん、2点止めていく。そうテキストチェックしてた。でフロント G、 じゃあこれサクります。リカの効果での前ですよ、うん、ルック2ルック、はい、あ、はい、はい、でサクります。ダリア、もうこれで強、実はねこのダリアの PR が入ったことにあり、K さんの完コピというこれ高いってかないのよこれ。なんか舞台見に行ったやつみたいなやつで。そうなんだ、うん、アンコモンであるんだけど別ネームで。あー、色は色も一緒。あのユニットも一緒だから、サオリっていうカードがあるんだけど、なぜかダリアだったから。ダリアだ、買っちゃった、見つけた。でトリガー
下打ちしておられる。下打ちはしてないっす、さすがに。けどどうすんだこのダメさ。ここからまあそんなにさすがにいらないでしょう。はい、白く2ドロー。はい、まあ、こっからまだこっからいやでもパワーがな、出しておきますか。適当に。ああ高列分パンプキャンセルしたいねー。さすがにこうかな。はい、いきますよ。どうぞと。ダイレ、うん、いやいやいや、まあダイレから3、うん、キャンセルしたい。していくフロント、はい、2点。ここはもう最悪2パン。はい、はい、何の愛フロント6500、はい、1点。あ、ほう、これいらないっす。そうそう、あのダリアのさ、ヒールがさ、あ、2以下なの。まあでも止めてるんでね。まあね、止めといて文句言うなっていう話ですわな。失礼しましたと。わあ、これわあ。どうした？いやあのダリア出す気満々だったのよ。あ、そう、プラン、プランが、プラン崩壊、プラン崩壊してちょっと動揺しています。もうムニちゃん割れないよね、さすがに。てかリバースもできないのよだから。まあそうね。そう、何もできないのよ。を置いて2、3、4、5、6、7、集中一回するわ。へい、こんなにキャラ出しちゃった人だけど一枚山。うん、山もう一回作ります。再構築。はい、1枚へえへえ、まあ持っとくよねまあね、まあね、だからね。でイベント4ルック、4ルック。ムニちゃん持ってきよう、持ってきよう反射で、反射で手がムニちゃんになってしまった。でこれで3番でいいかな。いやでも3面開くのきついね。で一応イベント開始しとく。踏めないのか、まあ、ただ 5000しかないからね。あ、踏めるか、一応踏めてるか。 1、2、3、4、5、6 ってことで8枚あるんだけど8枚あるならもう一回使う。冷静になるね。冷静フェーズ。5、6、7。アタック。どうぞ。フロント。1。ここ行きましょう。フロント時。こうか。はい。はい。強。1。キャンセル。リバースしません。はい。ジャンプです。1、2、3、4、5、6、7、8。手札9枚になっちゃった。ハンドディース。いやリンクはいいのよ。はい、終わり、はい、終わりじゃないね、終わり。それ強いよ、その1レベルバリア。まあ今強いでしょうね。うん、今強いと思う。ちょっとハンドが怪しいんですけど、いやーどうすかな。ちょっとこのまま平パンしていくとまたちょっときついんすよね死が見えるよね。ただ2ドロー集中したところで、う
山の枚数そんな削れないしな、ちょっと難しいですね。とりあえずこれはいらないから切ってよくて2ドローします、うん、なるほど。2,4,6,7 10ストックになるさっきねとさっきなんか見えてます。そうね、このまま平パンしていくと山に戻りになってで2枚も残しで後継されてしまう、非常にきついので、どでミカサッカーマンフェイズから、のでじゃねえんだよなけ多分削りに行く方、多分ここはもう諦めますか、集中しましょう、はい、1,2,3 ノーヒットノーヒットノーヒット、こうしますか、うん、あ、ストック使いに行くと、ストック使いに行って、ただでもしょうがないよな、こんぐらいまでしかできないな、まあ、露骨に回収したからねもう貼ってっていいでしょう。あ、なるほど、押し込むと、押し込んでダイレクトから、あ、私これ宝だと思うんだよ、あれ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 七戻りあれはい、リフ4点、4、はいはいはい、まあそうそうそう、3スタート3点、はいはいはい、まあ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 、またダリア出せないけど、ここねサイドしますか、なるほど、2から3でか、でか、まあまあ、わあでダリア出せないで終わりだからさ、噛まないのは良かったけど、スタンドドロースタンドドローダリア出せませんからの、これなんのクロック2ドローできないよな、今のキャンセル強かったねこっちもね宝かまないな想定外なんで貼った貼ったけどあれって宝が来ねえ、いやこれもあれだ、山集中とかしてあのお茶濁します、強固投げて、で空出して、3,4,5,6,7ハンド7枚割れる、はい、アタックフロント1キャンセル、ハンド7枚だから理科の効果はいらない、フロント1キャンセル、フロント効果出し1入っていく、はいどうぞキャンかドロ、なるほど、6、まあ、このまま行きますか、はいよ行きますか、うん、ちょっと盤面がほとんど変わんないんですけど、まあこのまま行くしかないですかね。でもまあ次に2-2か行きます。ダイレクト。逆にしないという。ああなるほど。ここはしないかな。とりあえずしない。2点。はい。山強いのよ、はい。ダイレクト。はい。3。はい、止めていく、うん、うん、ここクラマなんで殴んないでエンドで、あ、どっちかクラマってことね、どっちかがクラマなはず、マジで大丈夫ドロー、
いやーこれね、じゃ別に私もちょっと無理にいかないプラン取ります。今回集中黒だ、つくろつなしで、あーむにちゃんテリフ、あーいやいやいダリア回復で、回復これもう一ダリアしたいね、さすがにね。なるほど、1コスとハンド1枚でダリアで、ダリア言いたいだけでこれでやっと割れるようになったね君。確かにアタック、まあ、早出しめた怖いフロント2ボトムでしたね、はい、おしょい、あれあフロントおあいこ1、はい、でフロントジリカの効果トップチェック、あいや、あまずいんじゃない ?1,2,3,4,5、チョイス、控えからリンク、はい、で1点キャンセル、はい、終わりです。そうですね、まあでも言っても2-4なんでドロー、そうですね、まあ上がった方がいいでしょう。はい、上がります。で2ドロー、2ドロー、あの強いパワーパンプテキストを無視してましたはい、とりあえずあらこれで、はい、あー2面耐えていきたい。いやーでも普通に私も厚も ですかね。どうぞこれでいきますか。はいはい、あい来たシナジーで、まあどっちかしか選べないんですけど、うん、まあさすがに耐久でしょうね。さすがにね、さすがに。じゃあここはアタックした時、はい、じゃあ2コスト、はい、でダメージ与えられない、与えられないよ、受けまして、次も打ちますよとブースト4点、はい、キャンセル、はい、まあここもますか。フロントフロントこっから様子見、こういくか、うん、負けてます。1万、はい、フロント3、はい、なるほど硬えな、硬いよ、硬えよ、そういうデッキなものよフロント、はい、いやいやいやサイド2サイド、サイドか、あだ入れたい、入れたいね、2コスト、はい、ダメージ与えられないです、つけます、つけます、2、はい、これね やってる私、終わり、赤発生してないっすよ、あらドロあ危ない危ない、はい、そのためのですけどジェニファー、ね、まあ分かってはいるんですけど、思い入れてください、きついですねそれ。いやさすがにね、一面はどけどかさないと、2ドロー、2リス、ワンストム、これが与えられないことに変わりはないのよ。そうね、そう、2ドロー、2リス、ワンストム、リフ、
いやーでも詰めれますわよ、やめなさいってでこっからもう全般っすよ。ここがあれはできるんだよね、ストックは貯めれるんだよね多分。まあ別にフロントっていうも言えるし、ダメージが与えられない、まあ、そう、なるほど、はい、やだなるほどじゃないよじゃあダイレクトから、はい、さすがにね4キャンセル、トップキャン、3コストハンド2枚で山札のクローリンクとチェンジ。危な、いないかと思った今数えたけど、ね、はい、でリンク出た時トドロワンディス、トロワンディスで、さすがにこっから行くわ、ダイレクト G キャラ切って1点番点番入る4から4 2、3、4、危ないね。え、残り何本、残りが1、2、3、4、5、6、2か、あるとして2か、あでもさっき宝かんだから1か、さっきかんでるんで1いけるでしょ、フロント3です、1万戦後思い出剣つらい、思い出剣つらい、思い出剣つらい、シーナござい、シーナ打ちます、はい、珍しいねシーナ入ってるって。そうね、3、4、5、6、6から戻ります、はい、はい、よいさすがに、はい、はい、で、3、3、3、3止まらない、3コストハンド2枚、控え室、2ドロー、危な、これ1点パンいらない、あ、いるか、こういう時ね1点パンいらないとか言ってたらダメなの、フロントです、フロントで1点キャンセルさせて1点パン、はい、いや止めろ止めろ、おー、はい、マジマジエンド、うわ今の1点番、ここはあごめんこれ殴んないとか、今の1点番神がかってたのにな、フロントフロントで余計なミスリードダメージ与えらんないからが、そ戦闘は戦闘バトルでもう止められると思わなかった、はい、でこれは戻ってくるよ、アンコールステップの始めに、うん、そうね、ただ打点は作らないといけないんで、ここはアンコールかな、ティアンティアンでいい調子乗り上がってこれいらないかもしれない、はい、はい、アンコールでここが戻ってくると、はい、はい、で終わりです、うわ最後、いやでも割らない選択肢ないもんだ、そうだね、でも1、2、3、4、5です、あと3ありますよ、ここでできるのはもう打点作って殴るしかないですかね、はい、なんかできることあるか、ないと思います、ないっすね、やっぱ3、3、3でいくしかないんで、から晴れたら1点増えるね、さっき持ってるからね、どうだパワーが、でも出しといた方が上がって割れるか、まあリンク割った方がいいわな、せやな、やめて、じゃこれでいきますか、はいはいはい、まあ使うかどうか分かんないけどラスパンかな、ここはね、ここそうね、9000、1000、はい、1万、はい、フロント宝なんで4 4でかい、はい、な
るほどね。1,2,3,4,5 あと3。わかんねえ。フロント、はい、負けてます。勝ちだね。4、さすがに。噛んだ？あ、噛んでない。ということでね、さくらちゃん使うまでもなく処されましたということで、はい、どうした？やってみて。いやそうですね、ちょっと今回ねスタンバイのシナジーとかも打ててなかったんでちょっとそこはちょっと動き見せれなかったんですけど、うん、まあちょっともうちょっと研究したいですね。確かにね、ちょっとまだ初日ということでね、うん、と私はジェニファーを、まあ、いっぱい入れようかなっていう感じですね。そんな桜意識せんということで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。